ゲイル・モランは、ボーカリスト、キーボード奏者、作曲家である。1970年代半ばにマハビシュヌ・オーケストラのメンバーとして、黙示録、エメラルドの幻影に参加している。その後、リターン・トゥ・フォーエバーによる1977年のアルバム、ミュージック・マジックと、チック・コリアのソロアルバム、妖精、マイ・スパニッシュ・ハート、マッド・ハッター、シークレット・エージェント、そして、タッチストーンのレコーディングに参加した。彼女はまた、ジェット・リーとジェイソン・ステイサム主演による2007年の映画、ローグ・アサシンの中で、アフターライフと題された歌の制作にも関わった。他のゲストボーカルでの参加作品には、マーク・アイシャムのアルバム、カスタリア収録のザ・グレーシャス・コア、1976年のデビッド・サンシャス&トーンがリリースした、トランスフォーメーションからのタイトルトラックなどがある。自身の名前でも1枚のアルバム、I Loved You Then, I Love You Now をリリースした。彼女は1972年以来、ジャズミュージシャンのチック・コリアと結婚している。彼女はミシガン州、スプリング・アーバー出身で、1961年にスプリング・アーバー高校を卒業した。ありがとうございます。